武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は宮崎大学の国語の勉強について話していきたいと思います。こちら時間が90分で大問が4題出題されており、大問2題が現代文で、評論と小説が1題ずつで、古文と漢文が1題ずつという形になっております。で、構成としては一般的な国立の問題、要は内容説明や、古文漢文に関しては現代語訳で、現代文に関しては他に書き取り、だったり、抜き出し選択、など、あとは、空所補充などですかね、出てくる形で、ただ、現代文が評論と小説が出るため、小説の内容説明が、ちょっと、くせ者というか、小説の文章自体に対して、読み取って答えるということに慣れてないとちょっと辛いかなというふうに思います。で、問題の対策としては、国公立標準問題集キャンパスと基礎のやり直し、センターをちゃんと突破していれば、基礎は、そこのやり直しを、古文漢文の記述、および現代文、関連の読解に関してある程度いけるかなと思うんですが、それにプラスして国公立標準問題集キャンパス、これの現代文と古典、両方やって、対応しておくと。で、おそらくそれをやっておけば、オーソドックスな勉強の延長である評論、古文、漢文に関しては大丈夫だと思うんですが、小説に関しては文章に読み慣れてないと対応しづらいなという人がいるかもしれないので、その場合には筑摩小説入門や筑摩小説展など、小説のさまざまな有名作品を扱っている、参考書を使ってですね、よくあるよく出てくる品質の小説を少し知識として入れておくと楽かなというふうには思います。で、基本的には基礎知識のやり直しを優先して、原文、古文、漢文、それぞれどれも、出てる説問、何すればいいのかわからないとか、答えなきゃいけないものの、何を答えればいいかがよくわからないということは、ほとんどないかと思うので、ただそれが記述回答として、ちゃんと成立するものを書けるかどうか、という練習が必須となるので、そちらのやり方をしっかりやっておきましょう。以上が国語の勉強となります。